丹野和駅は大阪府線南郡三崎町丹野和にある南海電気鉄道南海本線の駅。駅番号は NK40。1898年の延伸時に当駅は設置されておらず、同年に西村天州が丹野和の風光を新聞に紹介したことが当駅設置の契機となった。1911年には南海鉄道によって丹野和遊園が開園し、 1914年には、雪用商船によって、丹の和素元航路が開設されたが、戦後に、三崎公園と新日光にとって代わられた。相対式2面2線のホームを持つ、地平駅である。下り線の和歌山市駅肩の外れたところに、使われていない線路があるが、現在は、本線とは繋がっておらず、三崎公園駅に、補線基地があり、箱造駅にも、補線留置線があるため、 今後使われる予定もない。1925年春工の洋風木造駅舎が南馬方面ホームに接しており、和歌山市方面ホームとは連絡地下道で結ばれている。2006年の改装工事の際に駅舎の屋根の色が赤から黒になる。無人駅のため窓口は閉鎖されている。便所は南馬方面ホーム上の南馬駅寄りに建てられており、男女別の推薦式である。 2019年時の1日平均乗降人員は2180人である。春の筒子の時期は普段以上の乗降客がある。駅前に町内巡回バス、ミニループバス三崎が発着する丹路屋駅停留所がある。南海電鉄バス直営時代は三崎公園駅から棚川駅を経由し、小島地区まで運行する路線があった。箱造駅東駅間に 新駅箱の裏駅の設置計画があったが、実現していない。ありがとうございます。